我々の研究室では透過電子顕微鏡を用いて放射光 X 線解説で行うような結晶構造解析をナノメーターサイズに絞った電子線ナノ電子プローブを用いて行う手法の開発と応用に取り組んでいます。この手法の大きな特徴は試料のナノサイズの非常に微小な局所領域を調べることができる点です。さらに結晶構造に加えて静電ポテンシャルや結合電子の空間分布が得られる点も利点といえます。例えばスマートフォン、PC、通信機器など広く使用されている電子デバイスの動作は半導体界面や有電体ドメイン界面などナノスケールの微細な局所構造に大きく依存しています。我々の開発しているナノ電子プローブを用いる手法はこのような界面などの解析に大きな威力を発揮します。局所領域の構造解析を通して新規材料デバイスの開発性能向上に貢献したいと考えています。これが精密構造解析用の透過電子顕微鏡です。この部分に試料があって、真空中に入っています。一つの大きな特徴はこの部分にオメガフィルターと呼ばれる二次元の電子分光器があって試料から出る非断性散乱を除去して断性散乱のみの電子解説データを得ることができるという点です。これによって理論計算と精密に比較できる実験データが得られるようになって結晶構造、電子の静電ポテンシャル、結合電子の分布を可視化することができるようになります。もう一つの特徴はナノ電子プローブの位置を試料上でスキャンしながら多数の電子解説図形を撮影できるという点です。これは 4D ステムと呼ばれる手法です。これによって界面などで結晶構造、静電ポテンシャルの局所的な変化をマッピングすることができるようになります。津田研究室ではプライベートの予定や体調に合わせて研究の進め方を調整できます。大学ではいろいろなところに旅行したりバイトや友人関係を大切にしたりすることも重要だと思います。また個人の興味や関心に応じて様々な機会をいただけます。私は学会に参加したかったので年に何回か参加しています。他の大学や研究機関の方また企業の方と研究内容について議論したりアドバイスをいただいたりととても有意義な時間になります。そうですね、とても優しい先生方ばかりなので、思いついた疑問であったり、スケジュール上の悩みだったりをすぐに相談しに行くことができます。また、相談に関しても、親身に対応していただけるので、気安く話しかけやすい、とても快適な環境であると思います。人数の少ない研究室なので一人当たりに利用できるスペースが広くまた実験器具などを使用できる機会も多いため非常に快適に過ごすことができています。必要なものや困ったことがあればすぐに相談して、何でも解決してもらえます。